皆さん、はじめまして、さくらバトンクラブのミスター・たけしでございます。はじめまして、さくらバトンクラブのななみです。早速ですが、バトンを知らない方にどうやってバトンを説明したらいいですか？バトントワリングっていうのは日本語で棒を回すという意味ね。で、そう、昔、そうね、鼓笛隊のパレードとか、あと応援とかでこの棒を振り回してたんだけど、そういう形でね、パレードとかそういうところで、でそこから今芸術スポーツというか身体スポーツ表現としてバトントワリングがこうフロアで演技振るというかパフォーマンスするようなねスポーツに今だんだん発展しつつあって、今発展していて、でいわゆるその他のねフィギュアスケートとか新体操のようなね本当に芸術スポーツの部類に所属しているという感じだよね。へえ、そうなんですね。バトンの歴史って古いんですか？もともとそのバトンってさっき話した通り、パレードとか応援とかね、そういうところから来てるって話したんだけど、そのパレードをこう一番前にね指揮棒でこうやって振るやつあるんだけど、それでやってたんだけども、男性中心のね、ものだったんだけども、第二次世界大戦始まってから、女性でも軽くねこう回しやすいものってなった場合に、このバトンがね気軽にこうキラキラ光って回しやすいんじゃないかっていうことで開発されたのがこのバトンなのね。そうで、そこからだんだんこう日本にもこう輸入されていって導入されて、日本でもだんだん普及していった。そのきっかけで女性が競技人口が圧倒的に多いっていう部分でもそこなわけよ。そうだからバトントワラーイコール女性っていう部分でやっぱりその軽くてね回しやすいっていうそこから来てるから、男性が少ないっていうのはもともとは男性のねこの、ここから来ててこのね、指揮棒から来てたのね。でただ起源としてはもっと古く言うと起源前よ。サモアのこの松明でねこう踊るファイヤーダンスっていうんだけど、そういうものだったり、そういうところからその棒を回すというものはねそこから来てるんじゃないかという説がね、いろいろ諸説あると思うんだけど、そこから来てるかなっていうのもあります。そうなんですね、日本にバトンが入ってきて、今や日本は世界のトップレベルなんですが、そうだね、なんでオリンピック種目にならないんですか？難しい質問だね。ただ大きく言うと2点あって、まず加盟国どれぐらいの競技人口と国がやってるか、特に国がやってるかっていうことがすごく大事になってきて、これはもう IOC で決まってて、何百国以上って決まってて、でさらに言うと、やっぱりその採点方法っていうのかな、競技そのものバトントワリングというその競技そのものの点数の評価の仕方、そこの部分でのやっぱり曖昧な部分が多々あるのかなと思ってて、例えばフィギュアスケートとか新体操、あとトランポリンもそうだし、シンクロナイトスイミングって、そういった競技ってほら審査員がいて決める競技でしょ。でそういうものって曖昧な部分が多々あるのね。ただバトンはじゃあどうかっていうと、オリンピック競技とのその違いって、これは個人的な意見なんだけど、全部難度が決まってるのよ他のスポーツって。要するに A 難度、 B 難度、 C 難度、 D 難度でこう A' B' だったり、こう加点とか失点とかいろいろついてるわけよ。確かにで、そういうものでマイナスされたりプラスされたりしてるんだけど、じゃあバトンは例えば3スピンのブラインドキャッチ取ったら何点とか何点プラスとか、あとダブルイリュージョンをして普通に取ったものとレッグキャッチで取ったものが何点ですかっていうものだったり、そういうものがちょっと曖昧かなっていう部分が私の個人的な意見なのね。それによってロールモデルっていうその演技そのものには点数がいろいろあるんだけど、そうではなくてその技そのものに点数があるかどうか、そこの部分かなって俺はちょっと思ってて、それやっぱほら他のスポーツって全部ついているので、確かにそこがねつけた方がいいんじゃないか。ただ技がねバトンっていっぱいあるでしょ、はい、200種類ぐらいあるじゃん、つけられるのっていうところがやっぱ問題点なんだよね。なるほど。バトンをやってる私が聞くのもあれなんですが、バトンやる意味やメリットって何かありますか？そうだね。そうね、よくそれ聞かれるのね。バトン習ってて何の役に立つのとか、何の意味があるのって言われることもあって、それ相談されることもあって、なんかいいことあるんですかとか。でもそれって多分野球でもサッカーでもどんなスポーツでも一緒だと思うし、クラシックバレエでも
フィギュアスケートでも何でも一緒だと思うの。やはりバトントワリングを習う上でその習ってる過程がすごく大事であって、どんなことを習うかなっていうことをポイントに置いてるわけよ。だからいわゆる教育だよね、うん、ただの競技ではなく、バトントワリングの例えば今日から習いました本番までの過程で何を学ぶか、そこがすごく大事であって、例えばエクスチェンジだったとするじゃん、バトンの交換ね、やっぱ相手のことを考えるじゃん、ちゃんと投げてあげようとか、そこで生まれるのが思いやりだったり、そうで、あと個人戦だったとしてもできない技ができるに一生懸命練習するじゃん、ね、さっきも練習したじゃん、はい、あの時もやっぱできるようになりたいって思うわけじゃん、諦めないじゃん、忍耐力が培われるわけよ、諦めない気持ち、諦めない心が自然と身につくわけで、団体集団だとコミュニケーション能力が大事なの、みんなと揃えなきゃ、みんなに合わせなきゃっていう、そういったものがすごく大事になってくるのね。やっぱ人の調和を合わせる、そういうものをすごく学べるスポーツというか、バトンだと、バトンになってほしいなって思ってるし、特には自分ね、教室開いてるから、そういう子どもたちにも育ってほしいなって思う。もう一点言うと、医学的な部分でね、やっぱこう赤ちゃんが指を使ったり、まあ、ピアノでもそうだと思うの、ピアノってすごく脳にいいと思うのね、うん、でバトンって指も使う、フィンガーってね、こうやって指を使うじゃん、はい、指使うし体使うし、音楽のリズムが必要で、柔軟体操も必要だよね、体偉くないとさ、いろんなアクロバットできないから確かに一石三鳥でも四鳥でも五鳥でもなると思うの。だからこんだけいい芸術スポーツというか、文化って俺ないと思ってて、だからこそ全世界にこのバトントワリングを広めていきたいって、そういうふうに思ってるわけよ。だからそのためにもいろんな人たちの協力が必要だし、うちの桜バトンクラブっていうねチームだけではなくて、いろんな人たちにどん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 バトントワリングの輪が広がっていってほしいなって、そういうふうに思ってます。なるほど。では最後に今回バトンの技を披露していくということですが、そう、まあいろんなね、今まで、まあ、ブラジルも含めてだけど、いろんなとこでバトントワリングをいろんな子どもたちとか、まあ、社会人含めていろんな方々に伝えてきて、で、まあ、全国今北海道から沖縄まで飛ばしてもらって、で自分で教室を開いて始めてはいるんだけども、これね体が持たなくてやっぱりね、だからもっともっとこう全国といわず世界中の人たちにバトントワリングの素晴らしさっていうのも知ってもらいたい。でそのためにやっぱり正しい技術というかバトントワリングの技を知ってもらいたいと思ってて、どうやったら上達するかなって、どの順番で教えてあげたらこの子が上手になるかなっていうのを実は20年ぐらい考え続けて、すごい、それをちょっと公開しようかなと思ってます。なるほど、それはもう絶対に見逃せない動画ですね。そうなんですよ、見逃せない動画ですね、はい、では早速ミスター武先生お願いします。はい、それでは皆さん頑張って練習していきましょう。